段葛2の鳥居付近、平成の改修前、段葛2の鳥居付近改修後、石灯籠が統一されているのがわかる、段葛2の鳥居方向から3の鳥居方向を見る。右側に、鉄製の灯籠と石灯籠が並んでいる段葛、平成の改修後段葛とは、神奈川県鎌倉市の鶴岡八幡宮の参道、若宮大路の中で2の鳥居から、鶴岡八幡宮までの車道より一段高い歩道を言う。終着点には3の鳥居があり、鶴岡八幡宮の境内へと至る。神奈川県指定史跡。若宮大路は一部が国の史跡に指定されており、神奈川県道21号横浜鎌倉線の一部である。なお、段葛は鶴岡八幡宮の境内とされているため、扱いとしては神社の市道である。若宮大路の道の中央に幅9メートル、高さ45センチメートルの一段高くなっている。他の道路では見られない特異な構造部分を指し、両側は石を重ねて押さえてある。鎌倉時代に作られたものと見られているが、現在の段葛は中世当初に作られたものではなく、近世になってから幾度も作り直されたものである。過去は1の鳥居からの参道であったが、横須賀線の建設により、1の鳥居から2の鳥居の間が撤去された。徳川四代将軍家綱が1668年が、寄進した角大鳥居は、白い石像だったが、1923年の関東大震災で崩落してしまった。角大鳥居は1936年に再建された、1の鳥居以外、新しい朱塗りの鉄筋コンクリート造りとなっている。なお、八幡宮境内の鶴岡幼稚園隣にある、源氏池前、鳩小屋撤去後の空き地には、この時に倒壊した大鳥居の部位が保存されている。また、鎌倉幕府が攻め込まれるのを防ぐために、1の鳥居から鶴岡八幡宮に向かうにつれて、道幅が徐々に狭くなるようになっており、遠近法によって実際の距離より長く見えるようになっているが、この作りは、改修がたびたび行われた現在でも踏襲されている。1868年の若宮大路。撤去前の1の鳥居と2の鳥居の間。植樹は松並木。土手は低く、段葛に石積みが施されていないのがわかる。鎌倉時代は作り道と呼ばれていた。源頼朝などの武将が鎌倉に住むにつれて山を削り、少ない平地を増やして屋敷地を造成した。そのために山の保水力が低下し、雨が降るたび若宮大路に土砂や水が流れ込み、道がぬかるんで歩きづらくなったために、道から一段高い道を建設したのが段葛である。低湿地に石を置いて整えたものであることから、桶道と呼ばれていたこともあり、特定の地位や高貴な人のための通路であったと考えられている。段葛に樹木が植えられたのは、明治の中期からで、1917年の改修工事までは、その種類も桜ではなく、梅や松であったと見られている。桜は1913年3月に、国と県から植樹許可が下りて、158本が植えられている。戦前の2の鳥居前には、青銅製の狛犬があったが、戦中に供出されたために、長年台座だけになっているとされている。だが、戦前の1935年、品地編勃発後の1938年、太平洋戦争開戦後の1942年の写真でも狛犬は確認されておらず、もし青銅の狛犬が実在したのなら、設置期間は極めて短期間であった可能性が高い。なお、戦後の1961年に、コンクリート製の狛犬が奉納されている。戦後、1961年から1962年にかけて改修工事が行われ、左右が土手であった段葛に初めて石積みが整備された。同時に、これまで木製だった灯籠は石灯籠へと整備されている。平成に入った2014年10月より再び改修工事が行われ、2016年3月に完成した。通り始めには中村吉右衛門らが参加した。石積みはかさ上げされて高くなっている。この平成の大改修で路面は舗装され、右画像のような土むき出しの部分はなくなり、老木化した桜もすべて植え替えられ、植え込みのツツジは取り払われて、石灯籠も一新されている。また以前は、花見時期や祭りの開催時には提灯による電飾が飾られたが、現在では地面下に収容可能な隠蔽式の旗竿に国旗他を掲揚するだけとなっている。段葛も左右から渡る横断通路が大きく数を減じている。段葛には桜の木が左右に多く植えられており、春になると桜の名所としてたくさんの花見客が訪れる。また、段葛は木の若見や青地で人力車に乗ると風を浴びながら花を見ることもできる。明治維新で自社領が取り上げられ、官有地になるが、1917年1月に段葛の八幡宮境内編入が許可された。現在は高架になっているが、当初は平面交差で踏切があった。なお、下馬のガード設置は1910年10月30日である。寛文8年戊辰8月15日、御祭高鶴岡八幡宮市草加表との碑文が、唯一オリジナルの一の鳥居に刻まれている。なお、日本で金属回収令が交付されたのは1941年なので、長くても4年間程度しか存在しなかったことになる。数は250本から180本へ大きく減じた。以前の石灯籠は、当初からあった。白熱球型と昭和40年代に日本コカ・コーラから寄贈された鉄製の水銀灯型が混在していたが、平成大改修で一新された灯籠は新しい LED タイプの石灯籠に統一された。なお、石灯籠には寄贈者の名前が参道側に刻印されているが、裏側に記された奉納日の大半が平成28年3月吉日なのに対して、古くからの出資者に関しては、初代赤灯籠の奉献日、昭和37年7月吉日のままとなっている。こうした灯籠には、江ノ島鎌倉観光株式会社など、奉納当時の名がそのまま刻まれている。昭和時代の横断通路は各出入り口に車から人員を保護するパイプ柵が、段葛は木の若宮大路側へ設けられていたが、平成大改修で、車両通行の邪魔として撤去された代わり、各出入り口階段部中央に LED 照明入りの柱を立てている。以前はストレートに横断可能だったが、改修後は互い違いの地取り配置になって通り抜けが困難になった。清川病院前、横断歩道に設けられた自動車が利用可能だった開口部も車両乗り入れ禁止となり、車両の段葛途中の横断や U ターンが不可能となっている。平成の大改修でスポットライトが桜の各真下に備えられ、夜間にライトアップされるようになった。段葛の上は車両通行禁止。ありがとうございます。